まず前回の動画で話したんですけど、まず麻雀プロの、ね、今度収入というのについてお話ししたいと思います。で、麻雀のプロの収入っていうのは、どんなのがあるのかっていうことなんですけども、まず大会ですね。大会に入賞して賞金を得ます。で、本なので出版物を出して、印税をもらったりとか原稿料をもらったりとか。で、麻雀教室の講師とかですね。で、フリージャンストに勤務したり。で、テレビ出演とか、イベントの参加とかですね。で、もしくは、麻雀に関する作品の監修をやったりします。で、まず1つ目ですね。大会の賞金なんですけども、その大会っていうのは、大きな、ね、大会があって、大体ね、ランク付けで4つぐらいありますから、メジャーな大会が。まずリーグ戦ですね。A リーグからこう D リーグぐらいまで、10段階ぐらいに、ね、こうリーグ戦というのが分かれてるんですね。で、半年か1年をかけて昇級、降級を争っていって、で、A リーグの人のトップの3名が、現在のそのチャンピオンと戦って、優勝者を決める。これが一番ね、権威性のあるタイトル戦ですね。で、この賞金が大体100万円を超すぐらいですね。なんで、これで上位に入るっていうのは、結構至難の技ですね。なんで、みんなね、やっぱ麻雀やってればタイトル欲しいって思うんですけども、本当にね、10年やって1個大きいタイトル戦取れたら、もうそれだいぶいい方だと思いますね。本当にそのくらいみんなタイトルを渇望しています。で、本棚の、出版ですね。これは僕の場合を話しますね。まず「新則の麻雀」っていう本は僕30歳の時に出したんですよ。で、その新則の麻雀は、ライターの福地誠さんという方と、一緒に、作りました。で、一緒に作ったので、そのね、印税というのは、折半ですね。なので、大体5%ですね。あれがね、1冊1500円だったんですね。1500円の5%で、8000部だったんで、金額で言うとね、なかなか、大した金額じゃ全然ないですね。それよりも、麻雀のね、自分がずっと活動してきて、声をかけてもらって、出版させてもらったってことの方にね、僕は喜びを感じたので、一生懸命書かせていただきました。で、今その新則の麻雀がね、8000部出しちゃった、出したんで、8000部出したんですけど、それが完売してしまって、今売り切れてる状態なんですよ。で、もうどこの書店でも手に入らなくて、アマゾンのね、中古の新則の麻雀がね、すごいもうね、高騰してるんですよ。6000円ぐらい。で、再販したら嬉しいなって思ってるんですけど、もし新しく出版社側が発行して在庫を抱えてしまったら、それが赤字になっちゃうので すごく慎重なんですよね。なんで、そのね、8000部刷ったまま増刷はしてないっていう状況なんですよね。それでちょっとね、手に入らないから、これなんとかならないかなって思ってる段階なんですね。で、もう一個ね、僕出したんです。キリンジの一打っていう、泣きに関する戦術書を出しました。で、そのね、戦術書の印税いくらだったかな？確かね、2万部刷ったんですよ。2万部刷って、コンビニに置く、500円の、税込み500円の本で、確かだから印税がね、30万円ですね。なんで、これはね、結構安かったんですよね。その、キリンジの一打鉄咲きの本なんですけど、それもともと僕は近代麻雀にずっと連載していたんですよ。近代麻雀で、毎月、あれはね、2ページか3ページぐらいだったかな、を戦術を書いていて、それが2、3年ずっと続いていて、で、その戦術をそのまま本に出したっていう形なんで、もう僕はね、前書きしか書いてなくて、手間がほとんどかからなかったんですよ。なんで、ずっと原稿を書いてたらいつまでか本にもなってたっていう感じで、僕としてはすごく、助かりましたね。手間がかからないで、そのまま出版できたので。今ね、そのキリンジの一打鉄泣きの方は電子書籍化されていて、そっちのね、印税がね、高いんですよね。電子書籍の印税って結構高くて、僕多分今ね、それ50%ですよ、明細は。それ出したのはね、もう随分前なんですよ。あれ、確か僕が多分まだね、26か7ぐらいの時なんで、7、8年前に出した本なんですけど、未だにね、明細見るとね、数万円ぐらい口座に振り込まれてます。これはすごく、書いてよかったなって思います。こういうのはね、でかいですね。その時の印税30万円はそんな高くなかったんですけど、僕が初めて出版で売れるかどうかもわかんないし、そのリスクっていうのは竹書房が取っててくれてたんで、それは本当に感謝ですね。近代麻雀に連載してる原稿料っていうのが、それも人によってね、変わりますね。僕のね、原稿料は大体ね、1ページね、6000円もらってましたね。なんで、
2ページで1万2000円なんで、まあ1ヶ月で、各週の販売だったので、まあ2万4000円ですね、まあ、2万4000円でもらってて、でまあそのね、ずっと、まあ、原稿を書きながら、まあ、たまったら本も出版して勝手にお金を振り込まれてましたみたいな状態でした。で、次、麻雀教室などの講師ですね。ごめんなさい、この分野に関しては僕はね、あのお手伝いね2回ぐらいしかやったことないんでね、これはちょっとあの今ねどういう状況なのかっていうのはね説明することできません。すいません、ちょっとこれ情報不足です。で、一番多いのがこのフリー雀荘勤務ですね。あの、まあ、麻雀プロはまあ1000人からこう2000人ぐらいいるんですけど、フリー雀荘に、勤務している人がね一番多いんですよ。まあ、なぜならばっていうと、この大会の賞金で入賞するとか、本で出版するとか、ね、あのまあテレビ出演したりするっていうのは、あの自分が強くて有名じゃないとその出れないんですね。この一部の人しか出れないので、ほとんどの人はもう半分ぐらいは普通の仕事をされていて、もう半分ぐらいはね、雀荘とか、あの、まあ、麻雀に関する、麻雀に携わるお仕事をしているんですね。で、まあ、僕がね、あの働いていたあの麻雀荘のお話をします。僕、あの20歳の時に麻雀プロになろうと思ったんですね。で、あの大きな、チェーン店の、まあ、某店に入りました。で、そこの給与体系が、月給が、23万5千円です。で、休みが月5日ですね。12時間労働の25日勤務で、だいたい毎月300時間働いていました。で、まあ、時給換算しますと、まあ、600円ぐらいですね。で、それだったら、あの、トンナウ戦よりもトンプー戦の方が、こう、レベルが高いっていうのを聞いてたんですよ。あの、佐々木久太さんのね、影響もあったんですけど、あ、それだったら新宿のトンプー戦でやってみようと思って、自分がさらにこう、麻雀に携わって自分のレベルも上げるんだったら、トンプー戦がいいなと思って、まあ、トンプー戦でね、その後働きました。で次は、ね、女流プロの方の、ね、収入ですね。でそこのね、あの僕は20年前半の時にそのチェーン店に勤めていたんですけども、女流プロの方の、時給が、2500円でした。2500円、まあ社員の時給が600円だったんで、まあ、4倍ぐらいの差でしたね。あのそこはね、あの女流プロと打てるっていうのをあの売りにしていたので、あのそれだけこう高額な時給をね、出していました。でその女流のプロの方がそのゲストに行ったりすると、そのお店にゲストに行くと6時間で4万円のお給料がもらえていました。今はね、あのちょっとねその時高かったので、もうちょっと下がってきてるかもしれないですね。今はね2万5000円とかで、そのぐらいかもしれないですね。雀荘ってあのなかなか儲からないんですよ。1人当たりからいただける場代というのが決まっていまして、1時間で600円ちょっとしかあの場代をいただくことができないんですね。なので基本的にはね、あんまり儲からない仕事なんですよ。なんですけど、まあそこは、まあ、女流プロの方をしていたので、それだけ高額な事業を出していたっていうことですね。で、まあやっぱりね、あのね、こう花のある女流プロの方だと、SNS とかを使って来てくださいってアピールすると、本当にもう何人もお客さん来てくるんですね。なんでね、その集客力のねこう差っていうのをね感じましたね、やっぱり。まあ、男性プロの、ゲストの場合ですね。男性のプロのゲストの場合、これもね結構ピンキリがあって、本当のトッププロとかだとあの10万円とかねもらっていたそうですね。僕の場合はこれ正直に話しますと、大体、6時間で2万円のゲスト、ね、ゲスト料で行かせてもらってました。ね、2万円もらったんですけど、これ正直ね、もう悪いなっていう気持ちしかなかったんですね。雀荘勤務してたっていうことがあったんで、そのね、2万円の場代を売り上げるっていうのはすごく大変なのを知ってるわけなんですよ。ゲストっていうのは結構緊張してプレッシャーがね、ありましたね。で、麻雀に関する、イベントの参加とか、テレビ出演とか、その作品に関する、監修というのはね、僕もちょっとね、それはね、携わってなかったので、わかりません。M リーグは僕が辞めてから創設されました。で、最低年俸は400万ということなんですけども、そのね、知名度露出が増えることによって、もう M リーグに参加されている方の皆さんのフォロワー数の増加とかが ものすごいので、実際はそのね400万以上にも何倍もね価値があると思います。その知名度が向上したことによって、まあ自分でねこういう発信して収益化したりっていうことも可能なのでね。ではね、今回、麻雀プロの収入についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。それではね、皆さんまたお会いしましょう。